竹洋市は、中華人民共和国湖南省にある地球市。昔は、ともえりょうと、竹州で呼ばれ、湖南省の地球市、省の副中心都市、第二大経済大、長江地方の中心都市の一つ。竹洋市は、紀元前505年から始まった、2500年以上の長い歴史を持つ文化名城である。湖南省東北部に位置にしており、北は長江、南は、 道帝湖がある。竹火交通は、長江鉄道、京江鉄道、高吉鉄道、京広高速鉄道、京江沖高速道路、クイズイ高速道路などの中国交通の主要動脈が市街区に存在している。竹火は、湖南省唯一の国際貿易港都市であり、中国の有名な港都市でもある。 2018年12月26日に竹飛参加空港が正式に開通し、竹陽市は水路、陸地、空路、鉄道などの交通構造を形成した。竹飛の文明は深くて、景色は秀霊で、中華文化の重要なスタート地点の一つであり、国内外の有名な観光地がいくつも点在している。2014年には中国で最も幸福度が高い都市に認定された。 2015年には中国重大活力都市と中国全国文明都市の称号を獲得した。2019年には中国地球市の37位に来イインした。湖南省東北部に位置にしており、北は長江、南は道帝湖がある。北位28度25、31.65、29度51、6.23。 統計112度18、33.13、114度09、11.64の間、約5000年前の夏小時代、竹火は、雲房野の、山内の地であった。その時に、皇帝、京、春、宇がこの地を訪れたことが、四季、宗師、歪南庫などに記載されている。春秋には諏訪江に属し、紀元前505年に、 西大鹿城が築かれたというのが、史書に残る最も古い武陽氏の記録である。秦による中国が統一されると、武陽氏の大部分は調査軍らけんとされ、戦国時代には呉に属し、関代は調査国の下春県に属していた。210年、孫県は現在の平屋県東南に干渉軍を設置し、今日の竹火の行政範囲の姿となった。 精神が成立すると280年には、ともえ良県が、291年には、ともえ軍へと改変されている。南朝張により、派州が設置され、随代の589年に竹州と改称された。竹州は、中華民国まで踏襲され、1913年に、竹州派領県を、竹陽県と改称された。1983年に、 地球史に昇格し、現在に至っている。三四四区に研究、市四研を管轄下に置く。竹用築竹用紙竹用築竹費は、加工、建材、家電、製紙業、資料、医薬品を中心とする工業都市として発展している。中、これは市内の小学の一部であり、全体で、公立百カ所、私立数十カ所ある。ありがとうございます。